皆さんこんにちは、まやです。いやー、始まりました金子の部屋。悩める人々を寄せ集めて、できる範囲でアドバイスをしていこうかなという新しい企画でございます。本日は第1回目のスペシャルゲスト、多分みんなは知らない、なんて言ったって私も知らないから、30代のね、今回は悩める男性が金子の部屋にいらしてくださるということで、本日はその方のね、お悩みに真剣に答えていこうと思います。てなわけで、はい、てなわけでね、ゲストの方がいらっしゃったので早速お呼びしたいと思います。どうぞ。はい、こんにちは。はじめまして。はじめまして、金子でございます。なんでお呼びすればいいですか？高広さん、はい、よろしくお願いいたします。お悩みが何かあると。はい、あります。一体どういったお悩みなんでしょう？言っていただけたら。はい、なんていうか、モテたいんですけども。モテたい。モテたい。なんか自分に自信なくて、どうすればいいのかなと思ってまして、今までそういったモテた実感とか経験とか体験っていうものはあったりしますか？全くなくて、一度もなくて、この方は。今までじゃあそのモテるためにしてきたこととか努力ってものはありますか？ファッション雑誌見たりとか、ちょっとなんかおしゃれにしたいなとか、なんかいろいろやったんですけども、それでもなんかちょっと、ね、厳しいこと言うかもしれませんが、見ただけじゃん、はい、実際じゃあそういう風にコーディネートして見たりしたか？いや、してないですね。いや、それはやったとは言わん、ね、なんで自分はモテないと思いますか？ハゲてるっていうか、その薄毛のところが。ハゲ、そう、ちょっと自信持てないなっていうか、あとはハゲ以上に気になったことはいっぱいあるんですけど、はい、じゃあまず入ってきた時に思ったのが清潔感があまり感じ、もうね、多分ねカメラで映るか分かんないんですけど、ここなんかめちゃくちゃ汚れてるんですよ。よく分かんないカピカピがついてる。あと、こんなこと言ったらお前ひどいって言われちゃうかもしれないんですけど、いいしてみてください。あー、今日歯磨きしてないでしょ。目があまり合わないなって思ったんですけど、合わないなだけじゃなくて、あ、胸にいってるなっていうのも3回ぐらい今カウントはしたんですけど、全然それはいいんですよ、はい、このままついてるものもう見られたところでヘルモンでもないし、はい、相談の結果ね、ビジュアル面の改善で、もちろん中身の改善の努力もあるんですけど、もう私に一任していただけると、はい、頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。早速なのですが、取り急ぎ、とりあえずできるものとしても清潔セットを今買ってきたんで、まずね、口臭い、はい、歯磨きしましょう。で、次、いらないよ、これ。いらないですか？いらないよ。風呂まではさすがに用意できなかったし、風呂までは終えないので、デオドラント。薬用デオドラントボディーペーパー。とりあえず、清潔セット。はい。はい、この4点を授けます。で、取り急ぎね、今、これをやっていただこうと思います。じゃあ、これ行ってきます。洗面所、はい、はい、大丈夫、息してる。まずは、まずは、グッバイヒゲ、バイバイヒゲ。自信をなくしている要因の一つとして、頭髪のことを少し気にしてたので、私とあるものを用意したので、取り急ぎね、内面が少し変わって、で清潔になった高弘くんが戻ってきたら、あるものを授けようと思っています。というわけで、高弘くんはと、はい、というわけでお帰りなさい。はい、ちゃんと帰ってきました。よかったです。心なしか声も、そうですね、ちょっとさっき大きい曜日になりましたね。はい、ね、服とか着替えていただいて、はい、で顔もね、とりあえずできる範囲でさっぱりかっこよくなってもらったところで、はい、高弘くんに何かできることはないかと思いまして、はい、やっぱりその気持ちとかが変わっても、やっぱその一番気にしてたのってここじゃないですか、はい、自分の中で、せめて気持ちだけでもね、はい、うまくいけばいいなと思って、こんなものを用意しました、はいはい、それがこちら、ドン、はい、薬用プランテル EX 育毛剤でございます。はい、でこちらね、これ結構、いいお値段しましたよ。単品で13,800円とかしたんですけども、はい、せっかく授けるのであれば、良さげなものがいいなと思って、でこちら医学部外品認定の育毛剤なんですけども、なんと製薬会社毛髪診断士、スカルプケアサロンと育毛剤メーカーの4社が共同で開発してるんですよ。
もう毛根に来てるでしょ、この文言だけで。なんか聞きもう聞きそうな気がしますもう毛根に響き聞いてるでしょ、はい、これ開発するのに6年もかかってるらしいんですよ。6つのポイントがあるみたいで、はい、その1、育毛促進。もちろんですね、薄毛とかに有効な成分がまず3種類入っていて、はい、その3種類っていうのが、効果をね認められたものの3種類だけが入ってるみたい、はい、でプラス業界で最高濃度のリレンシルっていう成分があるみたいで、このねリレンシルっていうやつが毛母細胞に働きかけるっていうね、なんかね超やばい超イケてるやつっぽい。でなんかこれ独自の成分も入っていて、で今まだね特許も申請してる途中なんですけども、もう独自のものが入ってるからオンリーワンってことよ、うん、で4つ目、23種類の植物由来成分。そして5つ目、16種類のアミノ酸が入ってます。アミノ酸っていうものはね、もちろん髪の毛にも大事なんだけど、体を作るものだからアミノ酸は大事よ。はい、うん、アミノ酸6つ、ここが一番大事なんだけど、はい、無添加のね、そう無添加、頭皮も肌ですから、肌につけるものをさ、そんなコテコテしたものばっかりしててもいいんか悪いんか、成分も殺しちゃうんじゃないかと思うけども、安心してください、はい、無添加でございます。はい、なんかね実際のビフォーアフターっていうのもサイトに載ってたんだけど、こんな感じだそうです。あ、なるほど。もちろんその爆発的にねふさふさになってるとかではないけど、確実にもう肌の部分は薄くなってるっていう使い方なんですけども、まずはねシャンプーとか髪の毛を洗った後にちゃんと髪を乾かしてください、はい、乾かして水分をよく拭き取ってね、はい、でその後に気になる部分を中心に1回6プッシュを目安だそうです。ちょっとやってみよう、はい、揉み込んで、揉み込んで、今すぐ揉み込んで、指の腹で揉み込むように丁寧にマッサージしてください。はい、はい、揉み込んで。その液の濡れとかが気になったら、拭き取らずにそのままドライヤーで乾かしてくださいってことです。はい、で、拭き取っちゃダメよって、浸透させるからねってことだと思う。はい、朝夜1、2回を目安にご使用してください。はい、で、どう？なんか使ってみて、今なんか変化とかあんま感じないだろうけど、使用心地みたいな。ベタつきとかはないですね。ね、匂いも全然きつくないし、とか浸透しない。しないですね。うん、続けられそうですか？これは、はい。朝夕2回ですが、薬用プランテルエクストラを授けるので、はい、頑張ってください。はい、じゃあまた1、2週間後に会おう。はい、その時までにマジいろいろ変わってなかったら、気持ちとかね、はい、メンタルの面も変わってなかったら、はい、怒るよ。はい、頑張ってください。頑張ります。で、後ほど。後ほどです。ってなわけで後日。はい、てなわけでね、割と日が経ちました。たかひろくん、また来ていただいてるのでどうぞ。はい、あー、おひさー、しみです。シャキッとしたね。しました。うん、清潔感ある。本当ですか？うん、なんか肌ツヤもいいやん、なんか顔色もいいよ、顔つき変わった気がする。2週間経ちましたけど、はい、変わってきました。変わってちょっとありまして、うん、女の子とちょっといいことがおありました。やったじゃん、大食べ、はい、大食べ、はい、あ、マジか、いただきました。やったじゃん、はい、気持ちなんかもう声の張りとかも違うし、女ってね、メスの本能として自信のないオスについて行きたくないわけよ、はい、不安じゃん、なんかあった時に、はい、自信の方が少しは湧いたって、はい、湧きました。自己肯定は少しできるようになったって、はい、素晴らしいでございます。自信持ってきました。結果、女だけでっかね、はい、やったじゃん、はい、やったじゃん、ブレ、しかもね、今日のたかひろくんね、臭くない。あ、まるで臭くないっていう感じ。はい、はい、というわけで、あの時にあのプランテル EX っていうものを授けたんですけども、はい、いかがですか、その後。そうですね、なんか使ってみて、うん、すぐにはその毛が入るとかわかんないですけど、でも腰がっていうか、シャンプーしてて、うん、ちょっといい感じっていうか。あー、さすがにね、まだ2週間だし、急に毛生えたら逆に怖いけど、うん、でも自分のなんかちょっと実感はありますよ。ある、はい、やっぱりな、何かが違うのは感じてる、はい、気持ちね、はい、あの産毛の赤ちゃんみたいなのも生えてきてるような気がする。わかります。僕もちょっと見て、毎日鏡にパッと見てて、うん、ここがちょっと生えてるっていうか、産毛がっていうのを、うん、マジなんかね、産毛っぽいの生えてんのよ。みんなわかる気持ち、なんかね、うっすらなんかこういう赤ちゃん毛みたいなのが増えてきてんだよね。まあ普通に素人目から見ても、はい、気持ちこらはってきてんじゃねっていうようなのが、うん、感じた。高弘くんが今回使用してみたプランテル EX さん、はい、概要欄の方にもね、
URL を載せておくので、皆さんぜひ、まあ、気になった方は見てみてください。なんだっけね、たかひろくん、はい、撮影日から2週間経ち、はい、よく頑張りました。ありがとうございます。皆さんよかったね、よかった、頑張ってね、はい、頑張ります、頑張ります。おー、いや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 、